私の名前は高橋瑞希。保育園の年長さんと小学校4年生の子供を育てる主婦です。私には同じマンションに住むママ友、陽子ちゃんがいます。陽子ちゃんはちょっと癖のある性格で、ママ友仲間からも少し避けられているような人でした。私も正直陽子ちゃんのことは得意ではなかったのですが、同じマンションということもあり、何かと顔を合わせる機会が多く、この陽子ちゃんは何でもかんでも貸してと言ってくるずうずうしい一面がありました。何かにつけて貸してと言ってくるので、私はあまりいい気はしなかったのですが、陽子ちゃんの勢いに押されて断れない自分がいました。陽子ちゃん、この間貸したおもちゃだけど、そろそろミキが遊びたいって言ってるんで返してもらってもいい？ああ、あのおもちゃね。あのおもちゃ、うちの子も気に入っちゃって。ミキちゃんってまだ保育園の年長さんよね。あのおもちゃって対象年齢が6歳からでしょ？ミキちゃんが遊ぶにはまだ早いと思うのよ。だから来年までうちで預かっておいてあげる。え？預かるって言っても、それうちのおもちゃなんだけど。そうだけど、まだミキちゃんには早いって言ってるの。ねえ、いいでしょ？うちの子もすっごく気に入ってるの。ちなみに、もし知ってたらでいいんだけど、うちにあったライダーベルトって知らない？ライダーベルト？あれ、うちの子が使いたいって言うから借りてきちゃった。ちゃんと返すからしばらく貸してね。え、貸すのはいいけど、言ってもらわないと。ごめんごめん。親友の仲じゃない。親友同士貸し借りするのは当たり前のことでしょ？当たり前って。ねえ、みずきちゃん、一つお願いがあるの。え、お願い？今度、私、お友達と青山に新しくできたレストランに行くんだけど、みずきちゃんが持ってるダイヤモンドの指輪、貸してくれない？ダイヤモンドの指輪？そう！もしかして、前に陽子ちゃんが綺麗って言ってたやつ？それそれ！話題のレストランだから、ある程度おしゃれしないとダメなの。私が持ってるドレスに、あのダイヤの指輪ぴったりなのよ。いいでしょ？申し訳ないけど、あれはちょっとダメかな。夫が買ってくれた指輪だし、大事なものだから。どうしてもダメ？ごめん。親友のお願いなのに。ごめんなさい、あれは無理。みずきちゃんってケチなのね。こんな感じで、いつも物を貸してくれと言ってくる陽子ちゃん。数回貸してあげたら調子に乗ったのか、あれもこれも欲しがるので本当に困っていました。そろそろガツンと言わなければ、と思っていた時、なんと、うちに泥棒が入る事件が勃発。取られたのは以前、夫からプレゼントしてもらったあのダイヤの指輪。うちはセキュリティ万全の高級マンションなどではないものの、管理会社はしっかりとしていて、鍵も入居のタイミングでちゃんと変えてもらっていました。合鍵を持っているのは家族だけだし、これは泥棒だと思い、早速警察に相談していたのです。同じマンションということで、うちに警察が来ているのを見た陽子ちゃんから LINE が来ました。みずきちゃんとこ警察が来てなかった？どうしたの？実は、うちに泥棒が入ったみたいで。え？泥棒？そうなの。お金は大丈夫だったの？みずきちゃんとこ、リビングのテレビ新品だったよね。それに、ブランドのバッグとかもいくつかあったじゃない？大丈夫だった？テレビが新品って。うちがテレビを買い替えてから、陽子ちゃんうちに来たっけ？行ったわよ。そうだっけ？だって、テレビ買ったのって2週間前だけど。そんな細かいことはいいでしょ？だけど、それにバッグはクローゼットに入れてて出したことないよね。そうだっけ？ちょうど2週間くらい前にみずきちゃん家で見たよ。私、ここ2、3週間誰も家に入れてないんだけど。まあいいじゃない。そんなこと。それより何が取られたの？アクセサリーなんだけど。アクセサリーってネックレスとか？いや、ネックレスじゃなくて、
ひとまず今警察が調べてくれてるんで結果を待ちます。なんだか陽子ちゃんの様子に違和感を覚えた私。忙しくてここ 2,3 週間は外出ばかりだった私、陽子ちゃん含めママ友を呼んではいませんでした。2週間前に購入した新しいテレビのことを陽子ちゃんは知らないはず。それにクローゼットに入れっぱなしのブランドバッグを陽子ちゃんに見せた覚えもありません。怪しいと思った私は陽子ちゃんに釜をかけることにしたんです。とりあえずもう警察が来て指紋とか全部調べてくれたから。指紋取ったんだ。もちろん。それに実は以前から全ての部屋と玄関に防犯カメラをつけてたんだ。その映像も確認してもらってる。防犯カメラ？夫が防犯アイテムが好きで、だから警察も犯人逮捕は早いと思いますって言ってたからよかった。部屋中に防犯カメラとかやりすぎだって思ってたけど役に立ってよかった。防犯カメラなんてどこにつけてたの？わからなかったけど。わからないように設置してるに決まってるじゃない。今ってすごく小型で性能がいいやつがあるんだよね。画像も鮮明だから一発で犯人がわかると思う。今警察が調べてくれてるから。ごめんなさい。え？実はダイヤモンドの指輪を取ったの私なの。陽子ちゃんが指輪取ったの？犯人ってこと？取ったって言い方になっちゃうかもしれないけど、でも悪気はないの。取ろうなんて思ってたわけじゃないの。え、どういうこと？全然わかんないんだけど。ちょっと借りようと思っただけ。返すつもりだったし。それにね、試しにはめてみたら外れなくなってしまったの。その時に言えばよかったわよね。ごめんなさい。でも、うちにどうやって入ったの？なんで答えてくれないの？どうやってうちに入ったのよ。答えないなら警察に全部話すよ。あの、鍵番号を見て合鍵を作ったの。うちの鍵の番号を見て合鍵を作ったの？悪気はないの。泥棒しようとかそういうことじゃないの。やってること泥棒と同じ。違うの。ほら、私たち親友でしょ。家くらい親友同士なら普通入ったりするでしょ。それにこないだは急に雨が降ってきて、陽子ちゃんとこお洗濯干しっぱなしだったから。だから？だから良かれと思って取り込んであげようと思ったの。え、こないだ洗濯物を取り込んだの陽子ちゃん？そう、洗濯物が濡れたら困ると思って。息子がやってくれたんだと思ってたけど陽子ちゃんだったのね。だけどそういうことを勝手にやられるのは困る。不法侵入よね。ごめんなさい。悪気はなかったの。良かれと思って。ねえ、他にもなくなってるものがあるんだけど。陽子ちゃんじゃないわよね。あの、タオルハンカチとスカーフ、あとエプロンも洗濯物の中に入ってて、ちょっと使ってみたかったから借りちゃった。最低。本当にやってることは空き巣と同じだからね。このラインも警察に見せるから。え？ちょっと待って、私たち親友よね。親友？いつ親友になったの私たち。親友でしょ。何でも話せる親友じゃない。もう絶対にしないから、警察はやめて。もう相談してる。今警察の人と一緒なの。このラインも見せたから。全部返すから。返すとかそういう問題じゃない。一生うちに関わらないで。部屋中に防犯カメラがついているというのは嘘だったのですが、これによって全て白状した陽子ちゃん。しかも警察に呼ばれて取り調べを受けた結果、陽子ちゃんのお持ち帰りはまだまだあり、私のブランド物の小さいバッグやピアス、香水などいくつか借りるつもりで持ち帰っていたようです。陽子ちゃんは警察のお世話になることに。この騒動をきっかけに陽子ちゃんの被害を受けていた他のママ友たちも騒ぎ出し、
結局マンションに住んでいられなくなった陽子ちゃん一家はご主人の実家近くに移り住むことになりました。ちょっと強引な手段だったかもしれませんが、あまりにも常識知らずで身勝手な陽子ちゃんがいなくなったことで、私は平和な生活が送れるようになりました。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。